どうぞようこそいらっしゃいました。はいはい、言いますよ皆さんが、せーの、綺麗、はい、言いました。言ってないじゃないですみんな照れたんですよ今。いやでも本当やってまいりましたね、はい、この G1 戦ですけども、はい、レース見てました？ちょっとだけ。今見ただけでしょ。今来てみただけ。来てみただけでしょ。あ、でも昨日井口くんのドリームを見ました。見ました。さすがでしたか。さすがでした。じゃあこの後の丸岡選手の6号でもね、見て帰っていただきたいと思います。応援して、はい、応援して、はい、応援する気あります本当に。同期はあります、はい、同期以外はございません。さあ、そんなこともない。今日来られたんですか？山口から今日来ました。昨日最終日だったんで。もうこんなのあれですか、天候の中でもちょっとお疲れですよね、昨日最終日やし。ちょっと疲れてますか、はい、もうまたこんなやつのトーク相手せなあかんわ言うて。いや、そんなことないです。そんなことないです、はい、今日のちょっとファッションもまたね、可愛いですけど、ポイントは何なんですか？僕あんまり酔ったらあんま怒られるんで。そうですよね、はい、そうですよね。なんか流行ってるの集めみたいな、いやこのまたね秋物先取りされて、最近ちょっと肌寒い時間もあるので、はい、いいですね。キャップなんかかぶることありましたっけ？流行り、あ、若い時はめっちゃかぶってたんですけど。若い時はって今なんて言えばいいんですか僕今もですよって言わない。いや、それもう若くはないんで。いやそんなことない。おいくつなられたんですか？もういいよ、また来月、38?38ですよ、来月。38です、はい、僕の1個下です。そうです、はい、38ですよ、はい、どうですか、自覚してますか？そうですね、若い時よりはいいかなと思ってるんです。あ、若い時よりかは今の方がいいかなと。なんか若い時の写真見たら、今もちょっともうシワシワなんですけど。いやパンパンすぎて。そんなことないですよ。すごいことになってます、写真が。パンパンなわけない。もうね、いつ見てもやっぱ大人のオーラが出てきましたねこれね。あ、熟女ゾーン。熟女ゾーンはまだ甘いんですよ申し訳ない。熟女まだだった、すいません、僕の熟女好きをいちいち言わなくていいですよここで。それは皆さん知らないことですから。60グラムやめなさいよ本当にやめなさい。僕オール女子行ってる方が安心するんですから、ね、そう言ってください。いや違いますよ、だからね、そんな中ですけども、はい、最近なんかもうこれ楽しいなっていうハマってるもんとかないんですか？いや、ハマってるもん、はい、今、いや、ないんですか？今ちょっとないかもしれないです。忙しかったんで。そうですね、仕事がちょっと忙しいですもんね。ちょっと詰まってましたね、仕事が、でも最近ちょっと好調なんじゃないですか？まあ、良くも悪くも普通、普通ですか？でも最近本当に思ったのが、なんかいい時も悪い時も、あ、自分だなと思って。もう自分だなと。はい、そうですさすがです、もう自分が悪いんだと。そうですいい時も悪い時も、いい時も悪い時も、もうだから人のせいにもしないです。もうこんなもんかみたいな。こんなもんかってやめてください。悪い時はでしょ？悪い時、はい、そうですね。いい時はどうなんですか？いい時は、いい時に取っとこうみたいな。いい時、はい、リズムですかやっぱあれは。そうですね、リズム、リズムあります。ありますね。やっぱプロペラがバーッと当たってる時とか乗れてる時っていうのはやっぱあるんですか？ありました。ありました。今なんか本当に、今はどうですか？今はレース場行くごとに全然ペラが毎回違うので、なんかでも試して、正解の方向に進むことがちょっと多くはな、多いなと思います。はい、最初から出たりはしないんですけど。そうなんですね、はい、でもその正解の方に進んだ時はやっぱ嬉しいですか？気持ちいい。気持ちいい、さすがですね。はい、いやでもそうやってね、レースばっかりはもうずっと最近詰まってますけど、はい、息抜きはどうしましょう？何して息抜きましょう？あ、もう子供との時間。ああ、そりゃそうですね。そうですね、はい。もう何歳になられたんですか？6年生ですよ。もう反抗期ですよ。6年生のお母さん三冠見てたらめっちゃ嬉しいわ。いや俺ずっと後ろ向いてますもん。絶対向いてない。いや向いてますよ。怒られるとはもう怒られますよとか言われたい。先生でもいいぐらい。いや違う。先生でもいいぐらい。いやでも反抗期なんですか？今ちょっと、おいババアとか言われるんですよ。言うようになったんで、あ、反抗期だなと思って。ああ、ババアとか言われるんですか？言われます。何でしたっけ、あの息子さんが一番佐々木さんの嫌いなとこ。なんか最近、お母さんの嫌いなとこはって言われて、
寝起きのおっさんみたいな声ですか。どんな声出すんですか。めっちゃ知りたい。でもね、確かに声出にくくないですか。朝はね、朝めっちゃ声出にくい。もうこのやっぱ38ぐらいになってくると声が朝出なくなるんですよ。出ないんで、その声がまさかのひろみさんの声がおっさんみたいな声出るんですか。気持ち悪いって言われる。いやいやいや、それはもう僕ら絶対聞けないやつやから。今度寝起きドッキリぜひ行かせていただきたいと思います。やめてください。本当にただ ね、はい、ね、寝起きドッキリ行ったらね、全員顔わからんかもしれないです、ね、そうですね、本当にちょっとそうですねってどういうこと。けたらちょっと、あ、え、宿舎の、宿舎のですよ。私は何も言えないですけど。いや、言えないですけど。それは言えないですけど。いや、でもそうやってもう 6年生はすごいですね。そうですね。え、じゃあもう毎日お弁当とか作るんですか。いや、お弁当じゃないので。給食ですか。給食です、給食です。じゃあまた中学生行ったら弁当とかなるかもしれない。いや、給食なんですよ。わあ、よかった。よかったじゃない。いや、本当によかったですよ。毎日お弁当は大変。得意料理なんですか。え、得意料理は、はい、一番息子が喜ぶやつ。あ、最近、はい、タコライス、誰でも作れるっていう。え、ね、タコライス、タコライス、そうだ、なんかあの沖縄のタコライス、なんかこうミンチをこう炒めて、はい、炒めるだけでしょ。そう、あれが好きって。誰でもできるって。炒めてご飯に乗っけるだけでしょ。誰でもできるやつでしょ。誰でもできるのがいいみたい。トマト切るやつでしょ。あ、そうそうそう、いや、誰でもできる。そう、誰でもできるやつ。もっとなんかあの絶対お母さんが作った、ママが作った、これがもうあれば僕はいいんだっていうのないですか。でも何なんでしょうね。何でしょうか。タコライスでも満足するんですか。タコライスが美味しいって言ってます。今度聞きますわ、もう直接。そうで、聞いてください、何が好きなん、ほんまは。はい、そうですね。朝の声どんなんなっていうのは絶対聞いたい。おっさんって言われて。いや、めっちゃおっさん。そんなイメージがないんですよ、僕らには。もう、声が低いじゃないですか、私。低いですか。出ないんですよ、朝。朝ですか。なんかガラガラなんで、声が。でも結構お酒は飲まれないでしょ、そんなに。お酒は飲めないんですよ。お酒あんま飲まないですもんね。飲みたいんです、本当は。気持ちは飲みたいんですか。飲んで騒ぎたいんですけど、酔えないし、ビール飲んだら頭痛くなるので、酔えないんです。じゃあもうじーっとその周りを見てるだけですか。この前の打ち上げも私は冷静に、冷静に見てる。一番怖いやつ。女子王座の打ち上げも、女子王座じゃないか。レディースチャンピオン。でも山口雄大や寺田翔選手が SC 取りましたから。よかったです、嬉しかったです、私、ね、はい。それ盛大な飲み会とかまだないんですか。祝勝会 の、ええ、あの案内みたいなのは。あ、来てましたか。来ましたね、つい、はあはあ、先日。祝勝会は、まあ、そこはね、もう関係者も来ますけども。そうですね、はあ、身内だけ の、 あのいつもお盆レースが終わった後の感じはないんですか。ああ、呼んでくれますかね、あったら。いや、呼んでくれるでしょう。呼んでほしいですね。そりゃそうですよ、はい、そういう時頑張って飲みます。頑張って飲みます。本当飲むんですか。いや、飲めないんです。いや、もう全部ね、山口勢が、ね、いつも酔っ払ってる時ね、もう母親のようにこうやって見守ってるっす。ね、偉いんですよ、なんか。いや、すごいですよね、あれ。私、冷静ですか。冷静ですよ、もう。運の幸四郎が酔おうが、寺田翔が酔っ払おうが、って。そんな感じですかね。天使でした。あ、本当ですか。ありがとうございます。それに酔いそうなるぐらい。こっちは。その顔をつまみに飲みたいな。あ、ありがとうございます。いや、でも本当にね、こうやって大阪も来られてますけども、はい、やっぱ住之江ですから、はい、やっぱりね、こうやってもう皆さんファンの方多いですけど、はい、今度徳山も新スタンドオープンするんですよ。そうですね、はい。10月。そうです、そうです。ヨミさんの地元ですから。はい。ちょっと徳山のいいとこもアピールしといた方がいいんじゃないですか、10月に向けて。ほら、徳山は、ないんかいな。なんかあんまり自慢はできないよ、ね、いや、あるでしょ、海の幸が美味しいよとか。もっと美味しいとかある気もするし。いや、ちょっと待ってくださいよ、そんな中途半端な場所じゃないでしょ。なんか降った俺が怒られる感じ、これ。そう、うん、何がいいんでしょうか。あるじゃないですか、いっぱい焼肉あります。あります。はい、まあ、どこでもありますわ。大体。そう。ふぐ。ふぐはでも下関寄りのイメージじゃないですか。下関寄りのイメージやから徳山じゃない。はい。カワハギは食べてください。カワハギ。ヒラメよりカワハギかな。ヒラメよりカワハギをメインで。私は。カワハギをメインで今度徳山ね。いや、でも徳山行ったらもう楽しいですよね。街がもうパッとね。だから徳山皆さんあれですよ。ちょっとレース大きい時行ったら街歩くじゃないですか。すぐ会えますよ。
多分合います、ね、私ね正直ね中島さんが酔っ払っとるのを見たことが、はい、やめてくださいよもう本当にめっちゃ近いんで声かけなかったけどなんで書けないですかちょっとやめてください、はい、危ねえ危ねえ危ねえ本当にね徳山の街行くとねいろんなとこに選手がいるんでね意外とそうですよね、はい、気をつけてくださいもう気をつけてください本当に、ね、いやでもああいう感じもいいですねまたそうです、はい、大阪じゃちょっとねでかいですからそうですね結構見つけにくいです会うことないですよねそうですそうです、はい、新大阪駅でぱったり会うぐらいですもんね多分そうですねもう徳山なんかもうコンビニファミリーマート行ったらいますよ多分ねえいるかもしれないファミマに行ったらいますよね多分いやもうそれぐらいの街なんで、はい、皆さんもいいですきっと行っていただきたいなと思います。